結論から言えば、テスラの未来は人型ロボットオプティマスにかかっています。イーロン・マスクさんが史上最大の製品になるとまで言い切るほどの存在。しかし、今のテスラを取り巻く状況は 決して楽観的ではありません。最新の決算では、売上は過去最高を記録したものの、利益率は大きく低下しました。マージンの低下、株主からの不安、そしてイーロンマスクさん自身の発言をめぐる議論、その一方で、イーロンマスクさんが次に仕掛けようとしているのが、人型ロボットという全く新しい領域なのです。おはようございます、剣です。今日はこのオプティマスが、なぜテスラにとって決定的な意味を持つのか、そしてそれが 投資家やファンにとってどんな未来を示しているのか、これをデータと戦略の両面から見ていきたいと思います。まずは背景から整理しておきましょう。テスラの2025年第3四半期決算、売上は280億ドルを超え、過去最高を更新しました。しかし、一株あたりの利益は市場予想を下回り、前年同期比で大きく減少しました。理由は明確です。 EV の値下げ競争、原材料費の高騰、そして新事業への先行投資、特に注目すべきは、テスラが自動車の販売台数を増やしながらも利益を確保できていないという点です。これまでのテスラは販売量の拡大と高いマージンを両立してきましたが、そのバランスが今、 崩れ始めています。そんな中でイーロンマスクさんが強調したのがテスラの新しい未来像です。イーロンさんは決算後のカンファレンスコールでこう語りました。オプティマスは人類史上最大の製品になる可能性がある。これは単なるロボットではない。無限の価値を生み出す収益源になるだろう。つまりイーロンマスクさんの目線はすでに 車の会社から AI とロボットの会社へと完全にシフトしているんです。では、ここで改めて Optimus とは何か、これをね、考えてみたいと思います。Optimus はテスラが開発中のヒューマロイドロボットで人間のような手足を持ち、 工場でででのの作業から家庭でのサポートままを想定しています現時点ではプロトタイプ段階ですが、テスラはこのロボットの量産に向けて、すでにギガテキサスで製造体制を整え始めています。メディアによれば、テスラはサイバーキャブと並行して、ロボット関連の人材募集を急ピッチで進めており、30件以上の求人のうち、 大半が製造職、つまり量産を見据えた段階に入っているということになります。イーロンさんは以前から将来的には車よりもロボットの方が経済的価値を生むと語っています。その根拠はスケールとマージンです。車は個人所有が前提ですが、ロボットは用途次第で工場、病院、オフィス、家庭などあらゆる場所に導入できる一つの設計を 大量にコピーできるため製造コストは下がり利益率は上がる。もしこのビジネスが実現すればテスラの売り上げ構造は劇的に変わってきます。では、なぜ今このタイミングでイーロンさんはロボットを全面に出してきたのか理由は2つあります。 一つ目は AI のブレイクスルーです。テスラは自社の AI スーパーコンピューター道場を稼働させ、車の自動運転データを学習に利用しています。この AI 技術をロボットに転用すれば、工場内での作業や人間とのコミュニケーション能力を急速に高めることができます。そして二つ目はテスラのビジネス構造の変化です。 自動車市場が成熟しつつある中で、イーロンさんは次の成長ドライバーを探していた。その答えが AI とロボティクスだったというわけになります。しかし、ここで冷静に考える必要があります。 このオプティマスの夢が今すぐに収益を生むわけではありません。テスラの現状にはいくつかのリスクが存在します。まず第1に収益化の時期がまだ不透明です。ロボットが実際に販売され、 量産さされれ実用がるるまででにはは少なくとも数年はかかるでしょうそして第2に、イーロンマスクさん自身の集中力の問題です。イーロンさんは X やスペース x XAI など複数の事業を同時に進めています。テスラの CEO としてのリーダーシップを維持し続けられるのか、ガブル氏の間では懸念材料として出てきています。そして第3に、 テスラの自動車部門の利益減少です。これが続けばロボット開発に投じられる資金にも制約が出る可能性があります。つまりテスラは未来への投資を進めながらも足元の利益を犠牲にしているという状況にあります。このバランスが崩れれば短期的には株価が大きく揺れるリスクもあります。では、このリスクを踏まえた上で テスラの未来をどう見るべきなのでしょうか僕の見立てでは、テスラは今、第2の創業期に入っています。自動車から AI、そしてロボットへ、これは単なる事業の拡大ではなく、企業としての定義そのものを変える挑戦です。イーロンさんが目指しているのは、 人類が労働から解放される未来、テスラがその中心に立つ世界では、工場の労働者の代わりにロボットが働き、人間はより創造的な仕事や AI と共同する社会へとシフトしていきます。この構想が実現すれば、テスラは自動車メーカーではなく、人型 AI プラットフォーム企業として 新しい時代を作ることになります。では、他社とここで比較してみたいと思います。ボストンダイナミクスは優れた技術を持ちながら商業化に苦戦しています。フィギュア AI は将来有望ですが、まだ試作段階。こうした企業に比べると、テスラの強みは量産体制と AI の学習データにあります。世界中で走る数百万台のテスラ社が、すでに AI の学習データを日々提供している。 このデータ量こそがテスラが他社を圧倒している最大のアドバンテージです。つまりオプティマスはゼロから作る製品ではなく自動運転 AI の延長線上にある存在なんです。 この視点で見ると、テスラが車とロボットを共通の AI 基盤で動かす未来は、決して夢物語ではありません。では、テスラに投資をする投資家として、この流れをどう捉えるべきなのか。短期的には株価は不安定になるでしょう。利益率の低下、決算の度に出る批判、そしてイーロンマスクさんへの過剰な期待。しかし、長期的に見れば、テスラが AI とロボティクスの 中核企業として生まれ変わる可能性は十分にあります。特に注目すべきは道場の存在です。もしこの AI トレーニングシステムが本格稼働し、ロボットに学習データを供給できるようになれば、テスラは人型ロボットの分野で独占的な立場を築くことができます。つまり今投資家が問われているのは、 自動車メーカーとしてのテスラを見るのか、AI 企業としてのテスラを見るのかという視点の転換です。最後に僕自身の視点をお伝えしておきます。テスラは確かに今、厳しい局面にあります。利益は落ち、マージンは下がり、株主からの批判も強い。しかし、こうした混乱の裏で、テスラは次の巨大な進化に向けて静かに動いています。もし、オプティマスが本格的に量産されれば、世界中の産業構造が変わるでしょう。労働コスト物流介護建設 教育あらゆる分野に影響を与えますそれは電気自動車がガソリン車を置き換えたのと同じいやそれ以上の変革と言えます皆さんはこの変革どう思いますか テスラが掲げるこのロボットの未来、本当に実現すると感じますかそれともイーロンさんの夢は現実からかけ離れたビジョンだと思いますかぜひコメントにて意見を聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は大きく上昇し、450ドルを突破して、457ドルとなっております。この上昇の理由ですが、テスラの最近の動きとして収益性の課題や予想を下回る決算報告にもあったんですけれども、 目標株価の引き上げを受けて株価が5.2%上昇と、またイーロンマスクさんによる野心的なオプティマスロボット計画や1兆ドル規模の論争を呼んでいる報酬パッケージも注目を集めていて株主は重要な投票に備えていますということで450ドルを今日突破してきております。さあ今週この後どうなっていくのか引き続き情報を追って YouTube でお届けしていきたいと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。 僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。 ロボタクシーではないですが、テスラのシェアカーは日本でも始まっています。それが僕鉄の都市さんが運営しているボクシブシェアです。僕もこの授業は素晴らしいと思っていて、お手伝いをさせてもらっています。ぜひ旅行に行かれたり、ちょっとテスラを試してみたいなと思われたら、ボクシブシェアでテスラを借りてみてください。すべてのステーションで使えるわけではないですが、県1号、このクーポンコードを使うことで15%オフになります。これは将来的な日本でのロボタクシーに向けての取り組みでもありますので、 ぜひどんな感じなのかテスラが最初から このようなことができる仕組みになっているっていうのもね、驚くんじゃないかなと思いますので、機会があれば試されてみてください。また、ご自身のテスラを売って、新しくテスラを買い直したいと思っている方もいると思います。その場合、同じくボクシブのサービスであるライトニングを使うといいと思います。ライトニングなら、ご自身の車を出品した状態で自分でも乗れますし、あとは圧倒的に高く買い取ってもらいます。この理由ですが、 興味ある方は概要欄にダイエットニングのサイトのリンクを掲載していますのでそちらよりご確認してもらえればと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。